こんにちは、クラシックギタリストの井上健です。皆さんこんにちは、作曲担当の西森です。今回はですね、ギタリストでもあり井上健君の妹さんでもある井上亜美さんをゲストにお招きしてお話を伺いたいなという動画になっております。よろしくお願いします。今回話す内容なんですけれども、前回前々回ですね、動画の最後ら辺に質問を募集しますというふうなことを言ったんですけれども、動画のコメント欄ですとか彼のツイッターアカウントのところに質問箱っていう匿名で質問を送れる機能があるんですけれども、そういうものを置いてありますと言っていたんですけれども、たくさん質問いただいたそうで、その中から舞台上でのことに関する、あるいは舞台に上がる前のことに関する質問をいただきましたので、お二人に答えていただきたいなと思います。はい、早速なんですけど、そのちょっとこの2つ共通する部分が多いなということで取り上げさせていただこうと思うんですけども、まず一つ目がですね、ステージや発表会での演奏の出来栄えにムラがあるのが悩みです。緊張しないために行っていることや、仮にミスしてしまった時の持ち直し方など実践されていることを教えていただきたいですというご質問をいただきました。もう一つですね、曲の世界観に入り込んだり、ステージ本番での感情移入を練習と同じように発揮するために日頃実践されていることがあれば教えてくださいという質問をいただいておりましたので、まあ、どちらもね、共通するのが、どういうふうにこうステージに上がるのか、どういうふうに ステージ上でですね表現するのかっていうことなので、ちょっとこの2つを絡めてお話しさせていただければなと思います。楽器を弾く人によってその大きな問題となる課題ですね、これが緊張するかしないか、ステージでこう緊張しすぎて、いろんなものが飛んでしまったりするわけですよね。ありますね。せっかく覚えた、音符が何だったかって忘れてしまうとか、そういうことが、往々にしてあると。で、特にアマチュアの方々ですね、そういうことが多いんじゃないかなと。プロでもやっぱりあるという話を聞きますので、で、そういうのをどういうふうにしてクリアしてるのかっていうことをちょっと聞いてみたいなと思います。ある程度緊張した方がいいって話も聞くんですけれども、自分もあんまりステージが登らないんで分かるんですけど、例えばね、あなたと、ステージ上握手するでしょ、あれだけでも結構重労働なんですよ。あ、そうだよ。なるほど。ステージ上に呼ばれた時畳んとこうかなって気が強かったりして終わるかなと思ったこともあったり、あ、それぐらいから上がってしまうんですね、人前に上がるっていうのは。じゃあなんでこれと思って話になるんですけども、とにかくその緊張しいです。ですから昔その副科ピアノっていうものがありましたけども、それでもやっぱりもう舞台に上がって試験やるときに飛んでしまって赤点やったっていうこともあったわけですね。ですから演奏者の人はすごいなっていつも思ってるんですけども、どういうふうにしてそれをクリアしてるんですか？ステージで緊張しない人っていうのは正直ほとんどいないんじゃないかなと思いますね。僕らもやっぱりこうプロとして舞台に上がるわけですけども、やっぱり何回ねステージにやっぱ上がったとしても緊張っていうのはやっぱり毎回、その度合いはありますよ、強い弱いっていうのは。でもやっぱりゼロということはやっぱりないです。でもやっぱりそこで一番大きく作用するのはその舞台に向かうまでの過程ですよね。どういうふうに練習してきたかであるかとか、そういう部分が大きいのではないかなと思いますね。で、先ほど質問にもありましたけど、出来栄えにムラが出るとか、正常本番ではその感情移入を練習と同じように発揮するためにっていうことなんですけども、やっぱりこう練習でできてたことが本番上でできないということはやっぱりどうしても起こります。もうそれを想定して練習をしないといけないですね。難しい。そういうことです。100% 出そうって考えるとしんどいんですよ。 100% だから完璧に全てを全部出し切ろうと思うとやっぱしんどい部分もあるんですけども、だから本番に上がると実際想定しているよりも80% ぐらいになってしまうっていうぐらいの想定をした練習をしておかないといけないですね。少し多めに考える、要するにすることです。だから20% ぐらいのつもりで、だから 100% を目指してやってても結局 80% になってしまうっていうことは、100% でできる限り近づけるには 120% であるとか 150% であるような練習っていうのをこう考えていかないといけないからですね。亜美さんの場合はなんかよくそのステージ見てると喋りもかなり堂々としてるというか
台上から見て客席って暗いじゃないですか。そうするともうなんかそれだけでちょっと緊張するんじゃないかなというふうに思うんですけれども、私もその、まあ、よく堂々としてるっていうふうに見られるんですけど、結構緊張することも多くて、特にコンクールとかそういうイベントになるといつもならしない緊張をすることもよくあるんですけれども、でも基本的に私もその緊張しないっていうことはまず不可能であると思うんですよね。その練習 の家の中でこう弾いてる空間、やっぱり人がたくさんいてその前で弾く、これが同じようにできるわけはないんですよね。反対にその緊張っていうのがいい方向に向けば普段できなかったことができるっていうこともあるので、その緊張をどううまくコントロールして、緊張しすぎても指が震えて弾けなくなってしまうっていう風に、緊張がこう働かないようにこううまくコントロールしていく訓練っていうのかがなんかできればいいのかなと思いますね。まあ、具体的な方法なんですけれども、緊張をその緩和するための何かまあ秘訣というか、まあこういうことをしています。まあ、もちろん それまでの練習も大事っていう話をしてたんですけれども、実際によし練習して、まあ、そこまでの過程はバッチリやと、でも上がる前にさあどうしようっていう、その持ってきた楽屋で その過ごし方とか、そういうのは多分一番緊張する原因ってミスをしてはいけないとか、いい演奏をしないといけないって、どんどん自分でこう自分をどんどん苦しめていくというか、それが悪い方向の緊張につながっていってしまうんじゃないかなと思っているので、もう考え方をそもそも変えると、そのミスはもう絶対誰でもすると、あのプロでも絶対ミスはするので、ただそのミスした後にどう処理できるか、ミスをした時にあってもう真っ白になってしまうと、そこで音楽が止まってしまう、だからそれが何が起こっても頭の中の音楽を止めないとか、それ日頃からできることだと思うんですけど、例えばその練習をしてて間違えるたんびに止まってまたやり直すとかっていう練習をしてると、そのミスをした時にもう止まるっていう体が記憶してしまうので、そう間違える練習をしてしまうっていう形に近くなってしまうんですよ。何があっても自分の音楽を止めない練習、まあ、もちろんその、ね、あの細かく苦手なところを反復練習してっていうのも必要なんですけれども、絶対に止まらない練習っていうのはあるかも、別にもう特に本番前はやっていただけたらなと。でもそれをどうするのかっていうと、練習の段階ではそのやっぱり頭の中のこう記憶をしっかり組み立てておくというか、こう指だけで弾いてしまってると、本番で指が間違えた時にもう音楽が一緒に飛んでしまうっていう風になってしまうので、音楽と分子次どこを押さえてっていうのを全部リンクさせておけば、本番をミスをしてしまってその頭の記憶を頼りにまた指が間違えてしまったらまたそこに戻ってこれるというか、練習段階でそういうことをしておいて、でいざ本番に立てばもう私はもう自分が一番だっていう思いを持って、練習段階はすごい心配性の自分を持っておいて、あこれ大丈夫かな、これ大丈夫かな、すごく神経質に練習するけど、でも本番前もう楽屋に入ったぐらいからもう自分は一番だっていう思いを持つと、なんかそれを日頃からやっておくとだんだんできるようになるんじゃないかなと思います。ケン君の方は、妹の話にもありましたけど、まあ、その記憶面ですよね。皆さん結構あると思うんですけど、練習しないといけないと思うとすぐギター弾いちゃうんですよね。僕らもやっぱありがちっちゃありがちなんですけども、まあ、そういう記憶面をですねより強化するためにはギターを持たない練習っていうのが結構重要になってくるんですよね。だからギターを一旦置いて練習してくださいということを、まあ僕は結構お勧めすることがあります。っていうのもギターを持って弾いてしまうと、どうしてもやっぱさっき言ったようにあの、ね、指の癖、指の慣れでこう動いてしまう、弾いてしまうという部分があるんですけども、例えばギターを置いた状態でその自分が弾いてる曲の音を全部頭の中で思い浮かべられるのか、まあ、そういう練習をすることによってどういう音が曲の中で出てるのか出してるのかっていうことをこう頭の中でより明確化させることができるので、ね、その次の段階としてやるのが運指です。まあ、特にギターの場合やったら左手を見ることって多いと思うんですけども、左手の運指はどういうふうに動いてるのかっていうことを想像できるかですね。ギターの演奏ってやっぱり特にですねミスが出やすいっていうのも、同じ音が何箇所も出せる楽器っていうのは、やっぱり一つ要因なんじゃないかなと思うんだよね。
だから例えば弦楽器の場合とかやったらこの線上この線上使ってこう同じ音が別の場所でも出せたりするっていうのがあると思うんですけども、まあ、ギターの場合はですね、まあ、1弦から6弦まであるんですけど同じ音がいくつかね出せるポイントっていうのはやっぱあるんですけども、それがやっぱりこうより難しくさせているポイントの一つなのかなと。つまり、まあ、その展開によって場所を変えていくから、うん、その後の展開に合わせたポジショニングをしっかりと覚えておかないと、うん、行き止まりになってしまう。そういうことです。だから例えば同じミを出そうとしてもこっちのミで行かなあかんところ別のミで出してしまうと、その先がもう指の、ね、慣れやったらもうその指の動きが記憶されてないわけですよ。それ以上行きようがないんですよ。なのでどこのミを例えば押さえるのかとかっていうことを頭の中で可能なので、まあ、できるなら全部ですよね、全部の機械での動きをこう曲を通して頭の中で想像できる、思い出せるっていうようなことを実践していただけるとより自信を持った演奏ができるのではないかなと思います。であとよりですね固めるのであれば右手がどういう動きをしているかっていうことも理解しておかないといけないと、ね、だから僕なんかもやっぱりこうやってたことですけども、特に速い曲、速いパッセージとかですよね、なんかは右手単独の練習ですね、左手なしで右手開放弦だけでその動きっていうのを再現できるかっていう練習をしたりとか、まあまあこれはねあのギターを持っちゃう練習にはなるんですけども、うん、あのさっき左手の話、左手はもう想像で練習できるんですけど、右手を想像しながら練習っていうのはなかなかこれ難しいので、これはあの右手を開放弦だけで弾くっていう段階でよっぽど頭の中であの明確にしてないとできない行為なんで、それだけでも十分な練習効果ができるんじゃないかなと思います。でまあこうやって指の動きであったりとか頭の中での記憶ですよね、記憶でどういう動きをするのかっていうことを覚える、であとは目でどこに動くのかっていうことをある程度感じられたりとか、何方向からのこう記憶って言いますかね、気づき上げておくことによってより強固にできるんじゃないかなと思います。まあ、聞いてたら、まあ、中で結局ちょっと迷路に近いかなと。はいはいはい、だから迷路で正しい出口に行こうと思ったら、まあ、コンパスを見ただけでは分からない、だから北の方に出口があるのは分かってるけども、正しい順路で行かなかったらどっかにまあ塞がれてたりするわけですね、そう順路が、だからその正しい順路っていうのをしっかり記憶するのが、その練習段階の一つのまあ訓練っていうことですね、で、あとはまあその先ほど皆さんおっしゃった、自分が一番、だからそのリードする、だからまあ後ろにこう連れがおってもガンガンリードしても自分が自慢々でいけば、まあ案外間違いないっていうそういうことなのかなっていうふうに聞いてて思ったんですけど、そう、あとはこう頭の中で全部音楽を想像できるか、まあこれは最初に言ったの音符を覚えるに近いのかなと思うんですけど、こう頭の中で自分が弾いてる曲をですねもう流しながら演奏するんですよね。それとあの仮に間違えて止まってしまいそうになったとしてもですね、あの曲は頭の中で引っ張ってくるのでそっちの方にも音を追いかけていくような形が作れると思うんですね。あの頭の中で曲が流れてないと指の方が止まってしまったら導くものがなくなってしまうんですね、導くものという意味でも頭の中で音楽を流し続けるっていうのも一つの、まあ、間違えた時でもそのまま突き進める一つの方法なのかなと思います。そうですね、あとよく起こりがちなのがですね、日頃練習してた通りに弾けない、例えばその表現の面だったりね、あのこの今のこれはこう技術面の話をしてましたけど音楽的な面の話になりますけども、やっぱりその最初に言ったようにあの何でもそうなんですけども 100% 目指したらどうしても 80% となってしまう、ね、ステージが上がってしまうと、まあ、手が震えるであるとかこううまく指が動いてくれないっていうのがどうしても起こるんですね。それに引っ張られるようにして音楽表現っていうのはすごく小さくなりがちなんです。やっぱりこう自由な表現ができないっていう、これはもう誰しもが持っているものだと思いますね。例えばこう音楽ですね、だんだん強くしていくとか弱くしていくとか、ここ強く、ここフォルテで弾きたい、ここピアノで弾きたいみたいなことを、舞台上ではやっぱりその表現もやっぱり小さくなる、幅が狭くなってしまうっていうことを想定しないと思いますね。だからこう 100% のフォルテで弾いてるつもりであったとしても実際には 70%、80% になってしまっている、まあ、逆に弱い音を弾いてたとしてもこう弱くなりきれてないっていう、やっぱりどうしてもこう体が硬くなってしまうとそれだけこう表現しづらい状況というのはやっぱ起
起こってしまいますから、やっぱり練習の段階でより大げさな練習をしていくっていうのが非常に大事になってくるんでね。例えばこうワンフレーズ練習しますという時ですね、ゆっくりと、まあ、強弱っていうのを大げさにやってみてほしいんですね。これでもか、こんだけ差つけてねえかっていうぐらい思いっきりやってみてください。それで普通上のテンポに戻して本番上に上がったらちょうどいいぐらいになると思います。っていうぐらい練習の段階でこうできていることっていうのは舞台上ではより狭まったものになってしまうっていうことをまず想定していかないといけない。だから練習の段階でも極端に大げさなぐらいこう幅を広げた状態で舞台に上がるとちょうどいい感じになってくれるよと、というようなイメージで練習していただくとよりこう表現感を舞台上でしやすくなるんじゃないかなと思いますね。そうですね、まあ、だからそこまでも準備段階で極端な感じで、そうね、まあ、その極端さに慣れておいたら非日常のところに入ってもある程度その調節できるであろう。そうですね、うん、本番とかステージ上ってやっぱり普段練習してる部屋よりも、まあ、絶対大きい場所ですから大げさにやっとかないと伝わりにくい距離もありますし、うん、っていうのもありますしね、うん、だからまあいろんな要素がありますから、まあ、より極端な練習っていうのは非常に有効だなと思います。よくなんか管楽器なんかだったら、うんうん、まあ、トランペットやってたわけですよ。なあ、河原で吹けっていうのがありました。だから河原の広さに慣れておけみたいな、それをしないとボールの奥までは届かない。まあ、具体的な技術というよりはその心構えの、ああ、そうそう、近いですよね、うん、ありますね、うん、で、実際に集中のスイッチを入れる方法、舞台に登った時ですね、はい、さあやろうってなった時に日常から非日常に切り替わると、まあ、もちろんその前の段階、楽屋の段階に切り替わってやれると思うんですけれども、もう完全に非日常にシフトするんですよ、うん、で、そこでのおそらく、まあ、集中の仕方であるとか、うん、意識の持ち方であるとか結構変わるんじゃないかなと思うんですけども、うん、お二人はどういうふうにして、まあ、そのきっかけをカチッと作る何かのきっかけみたいなのを持ってらっしゃいますか。この場合は結構こう会場について、まあホールを見て舞台上に立っている自分をなんとなく想像してとか、そういうこともしたりしますね。で、まあ、そこからまあリハーサルをするなり、まあ、楽屋で練習するなりっていうのはありますけど、本番に向けてのモチベーションを高めるっていう感じでしょうかね。クレッシェンドしたのかな。そうですね、うん、クレッシェンドは成長していくっていう話です。うん、話ですってなるほどね。実際あのイタリア語の、ね、辞書に行くと、ね、まあそういうことなんですかね。うん、そこまで本番に向けていくね。うん、タミさんの場合はその、まあ、クレッシェンド型でだんだんとこうモチベーション上げていって、その到達点が舞台上になるように計画的に変えるようにするのか、もしくはそこまではリラックスしておいて、いきなり何かのきっかけでパチンとこうスイッチを切り替えて直ちにまっすぐと舞台みたいな感じでやるのか、どっちでしょう。私の場合はどちらかというと、もうリハーサルとか楽屋にいる段階では神経質な自分がいつもいますね。例えば早いパッセージがあって怖いところとかをもうリハの段階で全部潰していくというか、ここ大丈夫かな、ここ大丈夫かな、全部チェックして、もう5分前舞台に呼ばれた瞬間に、あ、もう自分は一番だっていう意思を持って、それまでも自分の心配なところをガッと集中して潰していくんですけど、舞台に立つ瞬間からもうちょっと自分を客観視するというか、自分の姿がこうお客さんからどう映るだろうっていうところにちょっと視点を切り替えていきますね。で、またさらに曲に入った瞬間にもう一段階もう 最後のスイッチを入れるというか、でその時にその集中がどうしても入りきらないと演奏に集中できないんですよね。なんかいらんことを考えてしまって、あれなんか、あ、次何やったっけなっていう風に、そこに心配性の自分が出てくるとその演奏ってあまりうまくいかないんですよね。なのでもう最終段階でガチッとはめるために、一時私も集中ができない時期があってすごく悩んだんですよね。どうやって演奏に入り込めばいいのかなって悩んだ時にやってたのが、もう自分ではない誰か他のギタリストにちょっとなりきるっていうことをやってて、で私のその一番尊敬するギタリスト、マルシンディラっていう方がいらっしゃるんですけれども、マルシンディラになりきるっていうことをやってて、まあどういうことやねってなるかもしれないんですけれども、なんか自分をこの辺からも客観的に見るようなイメージというか、自分からちょっと意識を離して、ここら辺にこのマル
人のこの姿を思い浮かべて自分がこの映像になってるようなイメージというか、ちょっと自分から自分のこの意識を離すと、うん、なんかこの心配性の自分がこういなくなるというか、そういうことをやっぱり本番で何回かやりましたね。本番で1回でできるものではなくなったので、何回かこう自分はまだシンデレラになるんだみたいなのを何回かやっていくうちに、それがマルシンじゃなくて自分の姿でもできるようになったんですよね。今の自分はこうだっていうのをこの辺から見るような感じですね。こう映像で見てるような感じで弾くと、意識をこの辺に持っていきながらこう周知をガンと入れられるようになりましたね。俯瞰で自分を見下ろして、なおかつまだ自信が持てない段階ではもう自分の尊敬する人をもう自分に憑依させる状態、そうですね、そのやり方で私はやってましたね。まあ、そこからもう自分がだんだんとこう表に出てくるっていう感じですか。どうしても唯とだけ向き合ってしまうので良くない方向に向いてしまうので、内側にこもってしまう。そうですね、本番でやっぱり内側にこもるって結構ねえ、よくない、大きいですから。そうなんでしょうね。1対の200とかそんな気分、唯一自分の目で見れない映像が自分自身だからね。確かに、だからこう、まあ、映像とかってまた別ですけども、ほんまにこう自分の目で生で見ることって絶対にできないものなので、いや、たまに思いますけどね、自分の演奏を客観的にコールで弾いてみたいなみたいなのがあるので、それって絶対できない。どんななり方してるんだろうって自分では気になりますけど、でもやっぱりそういう自分を想像していかないといけないっていうので、やっぱりまあ簡単ではないけど、まあ、取り組んでいくことで自分を客観視できるようなやり方っていうのがまあ見つかっていくのかなっていう、それをやることによって緊張からまあ解放されるというよりは、その緊張を良い方に持っていく。そうですね、緊張しないことはないもう無理だと思っていただいて、緊張するのをプラスだとプラスの方向にいうふうにまあ転じさせる。だからこうある程度距離を取るような感じなんですよね。あんまりこう前のめりに突っ込みすぎないというか、ちょっとある程度こう背筋を伸ばすようなこう離れていくような感覚ですかね。だから実際に演奏しながらもあんまりこうなりすぎるとやっぱりしんどいので、ちょっとこう本番への迎え方ですけど、まあ、歌劇会場に入っていたりしましたけど、まあ、それでまあリハとかして本番を想定したようなこう練習をするんです。コンサートの時なんかで1時間、2時間ぐらいの時間があるので、だいたい30分ぐらいまでだと弾くんですけど、で30分前ぐらいになると一回その完全に緩めるんですよ、何をするかって浮入れですね。早く来てくれって言って前に言われて、会場入りして、で楽屋の方にフェニックスホールに行って、で楽屋の奥の方に行ったら個室があって、あと開けたらソファで寝てるんですよ。でソファで寝転んで何してんのかなと思ったら、なんかゲームしてる。そんなんしててええん。何してんのって言って、ウィリエしてるの。これでさっきいろいろあるかもしれないですけど、バカなんじゃないのとか思われるかもしれないですけども、ただね、やっぱりそのリハからずっとその緊張を引っ張り続けるとやっぱ持たないんですよね。だからそっからさらに本番に上がって、そっからまあ長い時間、2時間ぐらい舞台上にね、こう弾いたりするわけですから、計 4,5 時間ずっと緊張を張り続けるっていうのはこれはもう無理です。結構こう本番の直前になればなるほど、結構バーってこう緊張感がクレッシェンドしていくようなね、感じになってしまうので、一回もう無理やり解くような形に僕は一回するんですね。別のものに集中を向けるっていうことをしないと、強制的にこうそこから意識を離すことができないんですね。で何がやっぱ集中できるかっていうね、自分の一番身近なというか、そうですね、日常の何かをするそうですね、まあ、何でもいいんですよ。僕の場合は携帯のゲームでウィニングイレブンっていう、まあ、サッカーのゲームがあるんですけど、これを、まあ、やるっていうことをしてますけど、何でもいいんですよ、まあ、携帯上のゲームであったり本を読むであったりとか、他に何かこう趣味にあって行っているようなことをやるとかでも何でもいいんですけど、一回緊張を少しほぐしてやると、で、まあ、大体本番のまた10分15分前からもう一回最終確認して、だんだんまた構築していくっていうようなやり方を、僕の場合はね、これ皆さんに当てはまるかどうか正直わかんないです。これ緊張の仕方というか緊張の種類というのもこれ多分皆さん違うので、一概には言えないですけど、僕の場合はそういうことをやってま
います。でそのまま舞台に上がるんですけども、舞台に上がったら、いやこれね、僕もうそれこそ昔よくあったんですけど、舞台に上がってすごい顔が引きつってたりするんで、緊張して、まあ、緊張してるのは当たり前なんですけど、こうやっぱり自分の表情からやっぱり出てしまう部分もあるんですよね。じゃあそういう顔をしてしまうと、やっぱり自然とこうやっぱり気持ちもそっちに向かってしまう。なのであえて舞台に上がるときはもう作ってもいいです、自然でなくてもいいかもしれないですけど、もうあの笑顔でやっぱり舞台に上がる。それテンションがあって、最初にコンサートを聴いたときにそれ言ってた。あのというのはですね、音楽院の中でファイナルコンサートっていうのを最後ちょっと選ばれた人がそのコンサートに出るっていうのがあるんですけども、はい、彼もファイナルコンサート選ばれまして、ソナタ女高さんさん、私の聞き、フィーダー、ロドリーゴので、まあ、自分自身はまあ初めて見る演奏会だったんですけども、まあ、ヨーロッパのすごい豪華なホールで、さっとこうなんか大股で出てきて出てきた時、会場を見て、みたいな感じで、ね、満面の笑みでこう出てきて、どうやって感じ、一回ね、こう出てきてこうなんか会場とか見渡したりもするので、笑顔でこうお客さんにこう挨拶していくような感じでね、どこどこみたいな、どうもって言うたら、それしてたね、演奏家は多分君一人やったと。あの時確か、まあね、作曲の友達も一人ね、いるんですけれども、すごいとやろうねな内心ね、めっちゃ怖いっていう話をしてる。そう、そんなの緊張せえへんわけじゃないよな、うん、その後で、うまく弾いて、まあ、帰り際にそのオスカー・ギリアさんが、今日、日本人が一番良かった、日本人って彼しかいないんでまあでもあれは本当に良かったですよ。ああ、まあ、自信ままに弾くのが大事やなというふうにあの時は思いました。ああ今ちょっとウィーニングイレブンが、まさかそこではしてないでしょ。その時はしてなかったね。アムさんの場合はそのウィールはするんですか。私は全くしないですね。私はどちらかというと、まあ、本番までの1時間前ぐらいまでは割とリラックスするようにしてて、1時間前ぐらいからガッと集中して、そこからリハをして楽屋もずっと弾きっぱなしですね。もう心配なところ全部潰しているような感じですね。で、そのまま変えますね。これね、数年前まで逆やった。あ、そうなの。逆にめっちゃ詰めるタイプ、で、結構抜くタイプ。デビューの頃逆で、この人がもう横で大変そうだったんですけど私は横でずっと髪の毛を巻いたりとか意外の方あんまりリラックスしてやってたんですけど、その間にか変わったりもするんで、その集中の仕方っていうのが、その時その時の自分によって、まあ、5年後、10年後になってまた多分違う、変わってる分野ですし、うん、その時自分に合う集中の仕方っていうのをやっぱり探す必要があるかなと思いますね。まあ、今回ね、こうやって2パターン紹介させていただきましたけど、まあ、参考になればいいなと思います。はい、ありがとうございました。今日はですね、質問に答えるコーナー、初の質問ですよね、これは。何気によく聞かれる質問って今まで答えてたけど、ああ確かにそうですね、あの質問に答える形でどうやるって、そういう初めてですね。まあこういう形でですね、質問に答えていこうと思いますので、質問箱が、彼のツイッターアカウントにありますので、そちらの方に、ね、質問を、送っていただけると、そちらから答えることもありますし、あるいはここの、動画のコメント欄ですね、こちらの方に、投稿していただければ、そこからピックアップすることもありますので、よろしくお願いいたします。今回ありがとうございました。ありがとうございました。言いながらまたお願いするかもしれないですまたぜひコラボ、そうですね、させていただけたら、ね、妹のコミちゃんで、ね、この3人で実はコラボ動画というのは実はまた別に上がっているので、日本の動画がありますので、こちらの方もご覧いただけると思います。よろしくお願いします。はい、Twitter、Facebook などもやっておりますので、私の名前で検索していただくか、下の詳細欄の方にですね、アドレスがありますので、そちらの方からご覧いただければと思います。チャンネルの登録ですね、こちらの方に、登録ボタンがあると思いますので、そちらの方からよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。